てな感じで、こう準備してる間にね、よっ、落ちてみた。肉がいい感じで落ち着いてくるんで、今さっきね SPG 振って冷蔵庫に入ってるから、ここで火を起こしていこうと思う。思う。さあ、映ってるかな。ちょっと今日は即席だからね、ほんと斜めってくかもしれないけど、そこは許してね。さあ、あ、手袋はめなきゃ、汚れちゃうよ。声は届いてるんでしょ、胸元につけてっからね。今グリップスワローをつけたよ。チリアリアンチリアリアン、グリップスワロー。さあねえ、あ、そうだ、火消し用の、火消しじゃねえや、炭用トング必要ね。これ長いと怒られちゃうね。映ってますか？あれ見えねえ。こうか、落ちようかな、カメラ。映ってますか？手だけだね。さあ、これ、あ、映ってんね。これまだ開けなきゃならないな。開ける。でーん。そう。で、この網は取っとこうね。まだいいから。よし。で、これ下を開けないと、どこだっけ？あれ？ああ。あ、開いてんね。これこれ。これこれ、あ、映ってる？黄色、これこれ、これを開けないと火がね通らないから、よし。でここに炭を置いていく。まずこの引き質問の書いたね、前の炭を入れていこう。火がつき、あ、ここじゃないよ。もうボケて、ここだ、ここね、炭を腰に入れていこう。この前に新しいの先入れるんだっけ。そうだ、新しいのを下にやった方が火がつくんだな。やだね、ボケてるね。そう、このウェーバーの匂いのないね、添加物がないチャコールでいきましょう。やっぱり俺も音楽かなんか流してね、こう黙ってやってた方がいいのかな。あ、擦れてる、大丈夫？いや、もう手でやっちゃうな。あ、これこれ、手でやることもないんだな。よっ、長いね。え、あ、顔映ってねえのか。この辺で映る、長いね。腹減ってきちゃったよ。あ、そうだ、ビスエも持ってこなきゃ。ビスエね、昼からビスエ。まあこのくらい入れて、それで古いのを上に足しておこうね。これ重要よね、炭だってアメリカから買ってんだから、それなりにね。よいしょ。えらら、いらら、いらびらら、いらら、いらら、いらびらら。昨日夜シャビちゃん吐いちゃってさ、ベーってして、もう夜大変よ。何や、いや、シャビんとこに敷いてるやつ洗ってね。そう、あれ蓋は、あ、これだ。ナイちゃんとこういうのができてる、ね。おいえ。そうしたら着火剤を、でここでこうだよ、必要だな。もう着火剤をここにあると。うわ、真っ暗。よいしょ、よん。これ開いてるやつかな。開いてる開いてる。これ4つぐらいだっけね。これもウェーバーのね、無添加のやつね。 1,2,3,4 1,2,3,4。ここで釜も温めちゃえばいいと。よし。さあ、そこで開いた開いた開いた。昼飯食うの大変だね。はい、外のガスバーナー専用の革のケース付き、いいね。さあ、着くかな。ちょっと待ってね。ありゃありゃ、疲れたぞ。ついてください。
あれもうなくなっちゃったか、お前。こっちかかった。あ、ほれ、よし、いい感じでついたね。そしたらこれを乗っけて、乗っかんね乗っけて、あとは放置20分ぐらいね。また後で。さあ、また中に入ってきて、カヤの木で作った俺が作ったわけじゃんけど、作ってあるまな板小から引いて、今日スパイスね、バーベキューピットボーイズ知る前に買ったうまみソース失礼のソースがツンツンきた。今日はトマト、なんだこれ、ホットソース、マスタード、ビネガーソース。さっきの SPG の隣にあるのが失礼、バーベキューピットボーイズのビッグテキザン、テキザンラブだね。これをエリンギにかけて、他はいつものこのクレイジーソルト、これでやってみようと思う、ね、オピニオンも開いて。さあ、炭が起こったら肉焼いていくよ。さあ、いい感じで炭もこう白くなってくるといい感じなのよ。あ、今日はズームとか使えるんだ、やってみようか。ビュー、いい感じだね。そう、こうなってきたらいい感じなんで、お、ちょうど時間だな。はい、わかりました。そうしたら炭をね、片方に寄せて、それがコツよ。あ、まだ火があった、火いらねえな、まあいいや。片方に寄せる、ガーン、そう、片方だけね。そうそう、これ重要よ。片方に寄せて、それで網をかけよう。よし、こうか、うん、こうか、網をかける。それで蓋して、ちょっとね、はあ、土ついちゃった。ちょっと釜を温めよう。はい、これで何分にしようかな、5分かな、5分は多いね、2分、お腹すいたから、ビッ、はい、2分間温めて、またそれではってな感じで、このパッドに食材を入れて、ウェーバーも温まったんで、温まったんで、さあ焼いていこうかなどうかな、ニャウス、おお、いい感じじゃん、あっついついつい。それでね、この火の弱い方で、まずそうだな、1分半でちっちこちっちこ焼いて、最後にこっちと。さあ、なんかラインがピンポン鳴ったな今。おー、いい感じだね。おー、 God have mercy。 おー、あ、映ってなかった、お、落としたら大変。うん、次、ええや、これか、鳥が鳴いてる。誰かこの鳥の名前わかる？この鳴き声知らないんだよな。鳥もやんじゃう。おお、誰が食うんじゃこの、おお、おお、ガダマスイ、ガーでラインが鳴ってる。で、エリンギも、エリンギはね、野菜だからこっちの方に。おお、誰が食うんだこんなに。ダメだな、撮影下手やろ。さあ、蓋して、こんなもんかな。さあ、1分半ずつひっくり返していくよ。でどうかな。おー、God of mercy。 うん、じっくりここは焼きたいね。
で今度これをこっち型にこうだね。おお、Are you kidding me? You smells good. 2分でいいな。よし、2分に変更。あ、てなことでここでビスへ。にゃーす。LINE でなぜか許しが出たので、誰から許しだ。天からの許しが出たということにして、あ、昼間からチューズ。ああ、まゆビスへ。コマーシャル来ねえかな。名前売れてからだね。うん、飲んでる場合じゃない。ちゃんと焼かないとね。はいはい、あとこれだけ。これを何回か繰り返していきましょう。うん、眩しい。では春うららかな。うん、人はね、日を浴びないとね。酒も必要だけど。うん、はい、OK。そうね、あ、そうだ、今月のね、終わり高円寺で会いましょう。ハンドキャノンよろしくね。何回も言うよ、言わないと監督怖いからね。ジャイさんに怒られちゃうからね。面白い作品ですよ。みんなね、ヘラ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 じゃない、ケラケラ笑って楽しんでください。私は言っていいのかな、ジャイさん。まあ真剣にある組の親分をやっただけで、うん、どうかな、あんまり凄みなかったかな。ジャイさんがいいって言うからいいや。それではまたね。あ、またねじゃないよ。今焼いてるからね。でも一回この辺でもしかしたら閉めるかもしれない。お前長いとあれだからね。だから一応言っとくよ、サブスクライブプリーズ、ね、ご登録お願いいたします。酔っ払って好きっ腹で、はい、いいねボタンもお願いしますよ。あとね、コメントね、いっぱい書いてね。それでは外地でした。まだまだ続きの中 LINE が鳴ってるけど、はい、チューズ。じっくり焼くからうまいのよ。